さあ私、はい、椿大河が港におすすめしたい趣味はこちらです。なんだ。でね、でね、おーカメラ、やっぱりね、まあ、やっぱりね、はいはいはい、グループ内で僕カメラ担当させてもらってますね、はい、シャッター椿でシャッター椿やってもらって、はいはい、でこちらカメラ1826年に初めてフランスでこのカメラという技術が生まれたんですけれども、そうなんだ、まあ、カメラって 何が難しいんだっていう話じゃないですか、うんうんうん、まあ、普通に今の iPhone とかすごい技術高く、うん、まあ、高いね、うん、正直もうカメラを使ってる僕も震えます、うん、あカメラでオートで撮ればいいんじゃないかと思うんですけども、うん、カメラの深みっていうのがいろいろありまして、はい、例えばですけど ISO 感度、もうそこからね難しい話になってくるんですけども、はいはい、ISO 感度だったり、うん、F 値絞りっていうものだったり、うん、シャッタースピードだったり、うん、いろんなものの要素があるんですね。むずいな。そうで、まあ、唯一ちょっと、まあ、ちゃんと説明するとシャッタースピードが一番分かりやすくて、うん、はいはい、人間でいう目なんですよ。目、写真を撮るときにこうカメラも目をつぶるんですけど、これをゆっくりつぶってこうやって開けるとやっぱ長いこと光を入れられる、ないないな、だから明るく撮れる、はい、シャッタースピード一瞬だとパシャって撮れるんで、はいはいはい、その1個のターゲットだけを撮るっていう、うん、あーなるほど、はい、これもすごい難しくて奥が深いんですけれども、はい、僕最近、流し撮りというものにハマってまして、流し撮り、はい、撮った写真が、うん、こちらですね。おー、これよくあのカメラマンの人とかが撮ってるのを見ると思うんですけれども、あのカラオケのあの映像とかこういうのあるよね。そう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 、この色味ね。そうだね、この色味ちょっと青っぽい。これも皆さん見たことある渋谷の景色なんですけど、あおしゃれ。これはこの電車だけを動いてないように見せる、はいはい、そうだ流しで、確かに本当だ。で、ね、何をするかっていうと電車のスピードに合わせて自分がちょっとだけ動くんですよ。なるほどね。でここの景色はこの光のぼかしをやったまま電車をやるんですよ。はぁ、写真を撮るためだけに2時間もう宮下パークでずっと一人で行こうずっと頑張ってんだね。めっちゃ薄くない？めっちゃめちゃ薄いんだよ。だって電車と同じスピードってことでしょ。無理だろ。こういったと思ったらこっちからも電車来るからこうなるんですよ。テンション上がってことで こっちの目ができちゃってっていう、ね、ただこれをうまくやれるとこの写真が撮れるんですよ。すごいね。すごいね。そうで、これは水中オートっていうちょっと機能を使って、はいはい、海の中にいるような色味にしてるんですよ、はい、だから青い光になってるんです。なるほど、はい、でというなんか普通の人物だけじゃない楽しみ方があるんですけれども、あ、まあ、正直こんなん来たらもうむずいじゃんって、まあ、ちょっと、ね、ちょっとね、ちょっと楽しそうではあるけどむずいと思うじゃないですか、うん、どうよ今見ないとここまで聞いて。いやちょっとまあすごいんだけど、これはちょっとやだよね。まあ、これはね行き過ぎてはいるけども、ちょっと、はい、ただですよ、はい、なんとどうこちらオートで OK なんです。オートで OK、 まずは、ね、まずは普通のカメラでもオートっていう機能があって、はいはいはい、さっき言った ISO 感度とか F 値、はい、シャッタースピードを全部勝手にやってくれるんですよ、はい、うん、でそれで撮るじゃないですか、うん、それを自分の iPhone だったり iPad とかに落とし込むと、うん、情報っていうボタンがあって、はい、その写真がどの ISO 感度、うん、どの F 値、どのシャッタースピードで撮ったかっていうのがもう書いてあるんですよ。もうそれカメラのアプリを開いただけでも情報を1押すだけで、うん、そうなんだ、携帯で携帯の写真が出ますね、はいはいはい、であの削除するボタン出るじゃないですか。 ありますね。1個右に丸に I って書いてある、うん、あれ、はいはいはい、あの下からポンって出てくるやつ、そうあれがカメラの全ての情報なんですよ。あ、そうだったと、そこから学べば、あ、こういうクラスの時はこういうの撮ればいいんだなとか、知らなかった、できるんですよ。あ、そうなんだ、ね、初耳だわ。そういう一眼とかだとそれができて、うん、最初はオートにして、はいはい、ってことはじゃあシャッタースピードだけ自分でやってみようかなって言ったら、シャッタースピードだけをできる機能があるんですよ。なるほどね。あとは勝手にやってくる、はいはいはい、なるほどね。で、全部やれるようになってくるとマニュアルって言って全部自分で設定をするっていう。なるほど。そうなんですよ。じゃあそのなんか自分のこう成長も楽しんでるんだ、割と。あ、そうね。あ、そうだからその最近あのみんなのやつインスタグラムに上げてるやつも、はいはいはい、前は、オートから撮り始めて、はい、最近はそれを全部自分でやるようにして、プラスであのカメラ自体の色味をどんどん変えていく。はー、うん、緑のところだったら青を入れた方がおしゃれになったりとか、色味をどんどん加えていって、うんうん、それをクリアしていくと今度取り込んだ後の写真の加工編集が楽しくなるんですよ。はぁ、そうだからその赤を強くするとかもそうだし、うんうんうん、ちょっとなんていうんですかね、フィルムカメラっぽいエフェクトをかけたりとかっていう、そういうのがどんどん楽しくなってくる。なるほどね。まあ時間も正直そんなにかからない、うん、で結局カメラの何がいいって正解がない、
まあそうね、あまあ確かに人さえ合っていれば自分の好きなものを作っていい、うんうん、芸術みたいなものですよね。で今俺はこうメンバーを取ってることが多いけど、うん、本当は俺もいろんなところに行きたいなって思うし、うんはいはいはい、まあ横は嫌いなんですけども、はいはい、港が行けそうなので言うと、はい、記憶だけじゃなくてちゃんとメモリーなんで写真としてより思い出が深まる。そうだね。パッと撮っただけじゃなくてしっかり、うん、編集っていうかその自分で設定もして撮るから、うん、一個一個の思い出が鮮明になる。ああそれはちょっとでかい ね, いいねそれは。なるほど。俺が嫌いみたいなのいる？めっちゃ写真大嫌いじゃん。大嫌いでもない別に。あの思い出写真撮んなきゃいけない。まあ撮んないって俺はね。うん。さらに、はいはいはい、港の大好きな、めいっこちゃん？いとこちゃん？いとこ、はいはいはい、いとこちゃんなんか成長スピード速いですね。確かにそれを常に写真で撮ってあげた時の、ねうん、うわもうずっと思い出がどんどん増えていくし、そのめいっこちゃんの家族たちも喜びますね。あなるほどね、はい、あ人にあげるっていうことね。写真ってやっぱ一生ものなのでね、どんどん記録が残っていくよっていう。あ結構いいな。ありがとうございます。なるほどね。で最後そんな無趣味な港が、はい、もしカメラを趣味にしたら、うん、こんないいことが起こります。何ですか？ででん、行きたいではなくて撮りたいで旅先が決まります。あなるほどね。なるほどね。ただただ行きたいだけではなくって、うん、例えばじゃあ桜を撮りたいとか、うん、紅葉を撮りたいとか、はい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 、自分の撮りたい新しいものが増えて、はいはいはい、そこにいとこちゃんと行く目標ができて、そこでカメラを撮ってまた新しい思い出ができて、はいはい、ただただ自分のためだけの趣味がみんなに広がっていって、なるほど、なんか初めての場所にたくさん行けるっていう、いやめちゃめちゃいいメリットがあります。なるほど、ね、はい、確かにちょっと今だと休みになって、うん、家にずっといるのも違うから、うんまあ、ちょっと散歩行こっかなとか、まあ、ラーメン食べ行こっかなぐらい外出るけど、うんうん、じゃなくてもあそこ綺麗だから行こっかな撮ろっかなってことでしょ、うん、そうそれはいいわ、うん、なのでぜひこの無趣味な港にカメラにハマってよりめいっこちゃんとも仲良くなりながら楽しい休日を過ごしていただければなと思い、僕の、紹介したい趣味はカメラでした。わー素晴らしい素晴らしいいいねいいですね。思い出が増えるんだ。なんか贅沢な企画だなこれ。すごいよな。お前聞いてるだけだもんな。すごいよこれ。いい仕事だ。僕が港におすすめしたい趣味はですね、はいまあ、港はその趣味がないと言って、はいはい、家からあんま出ないわけじゃないですか。そうですね、まあ、そういうのも僕分かるんですよ気持ちが、うん、なんかちょっと外出するのが億劫だったりとかあるんで、まあまあねうん、家で楽しめてしまう。なるほど。言うたらどこでも楽しめてしまう趣味をめっちゃいいじゃん。提案したいと思います。いいじゃん、はいはい、こちらです。じゃじゃん。スマホ漫画アプリ。スマホ漫画アプリ、ね、確かに、はい、これ港入れてますか？いや入れてない。入れてないんだ、うん、もったいないこれもったいない本当に。これ普通に入れられてたらお前スマホ漫画本当にいいんですよこれ。何がいいかっていうと、うん、まずハードルが低い。アプリを入れるだけなんで、うんまあ、確かに買うとかもない、その専用の道具とかもないんで、うんうんうん、まずは無料でダウンロードできるんですよ、はいはいはい、これはもうちょっと今日必ず入れてください。強制だ。勝つのは強いな。強制だ。でもスマホ漫画アプリ、まあ、今いろいろあるんですよ、はいはい、まあ、人気なところで言うとコミックシーモア、あー聞いたことあります、はいはいはい、とかピッコマ、はい、ライン漫画、まあ、この辺がすごく人気なんですけど、はい、僕が特におすすめしたいアプリが2つありまして、はい、それが、今申したピッコマと、うん、ピッコマ、あと、ジャンププラス。ジャンププラス、ジャンププラスね。という2つの、はい、アプリをおすすめしたいんですけども、はいはい、まあ、まずね、そのスマホ漫画って何がいいかっていうのは、はいはい、まあ、ピッコマに関して言うとランキングで、はい、そのおすすめの作品とかを探せる。なるほど。やっぱ自分で作品知らなくても、まあ、やっぱ膨大な量の作品があるので、うんまあ、はいはい、なんか大変だなと思った時は、うん、今こうランキング1位の漫画読んでみようとか、うん、ってやると簡単にその流行ってる漫画を探すことができる。ハードルが下がるね。はいはいはい、あとはあのジャンル分けがされてまして、お、はい、まあ、ピッコマ10種類のジャンルがあるんですけど、うん、まあ、恋愛ものとか、うん、ドラマ、アクション、ね、うんうん、まあ、あと無料で読めるもの、無料で1話分読めるものとか、ファンタジーとかいろいろなジャンル分けをされてるので、うんうん、そっからも探しやすい。なるほど。やっぱりだからその自分に合った作品を見つけやすいっていうのが、やっぱその単行本買うのとはまた違った、うん、確かに、あの入りやすさ、一歩出やすいね、それは、はい、そこはだからそういうとこは港におすすめだなと思いまして、うんうん、あとはなんといってもかさばらない。
確かにこれな単行本の良さもすごいあるんですよ。伝わらない伝わらない。やっぱ僕単行本めっちゃ好きで、うん、でも家にすごい膨大な量あるんですよ、うん、あるんだ。やっぱでもその100巻とか50巻こう連載が続くたびにもう、うんはいはいはい、いっぱいになっちゃうんですよね。まあそうだね、だすごいその家もちょっと狭くなっちゃったりとかっていう場所も取るから、うんうんうん、やっぱその単行本の良さもあるんですけどかさばらないっていう面ではスマホ漫画アプリは本当にすごいですね。確かに、はい、あとはどこでも読める、うんうん、家で暇な時間あります、うん、どうしようかなってなったらもう片手で読めてしまう、うん、あとはまあ仕事の時とかの空き時間も暇になることはないです、まあそうだね、絶対、うん、あ、はい、確かに、まあ、この3点はまあ大きくあのおすすめできる点かなって思うんですけども、うん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 、もう一個そのジャンププラスというあのアプリは、はい、まあ、ジャンプ聞いたことあると思うんですけどそれの漫画のアプリなんですけど、はい、あるんだ。あのスパイファミリーとか聞いたことあると思う、うん、怪獣8号、まあ、最近流行ってるアニメ化してる大ヒットですよ、はい、大ヒットしてる作品る、うん、ジャンププラスの連載で始まってるんですよ、はい、そこから始まってて、だから僕は割と序盤から読んでて、あ、その結構有名になる前というか、うん、有名になる前からもうランキングトップもう上位だったんです。あ、そうなんだ。でこの漫画めっちゃおもろいなって見てたら、うん、さんもうアニメ、うん、はいはいはい、子さんぶれます。子さんぶれる、今から始めても子さんぶれるんだ。ぶれますぶれます。でも本当に子さんになれるんですよ。子さんですよね。で、まあ、その中でも、まあ、次来るまあ、もう来てるんですけど、はい、その港に読んでほしいのはダンダダンというダンダダン、はい、おジャンププラスで連載してるんですけども、はい、10月にテレビアニメ化決定してます。おー、はい、だからこうこっからアニメにも移行することもできる、はいはいはい、あ、でもまずその最初から1話からジャンププラスで読めるんでこれちょっと読んでほしいんですけど、なるほど、なんか、まあ、ジャンルで言うとファンタジーありつつ SF ありつつ恋愛ありつつみたいな。お、そんな多いな。そしてまあそのスマホ漫画で、まあ、何が本当に一番おすすめか、うん、おすすめしたい点はこちらなんです。はい、縦読み漫画っていうあのジャンルがあるんですけども、なるほど、はいはいはい、漫画って基本的にこう見開きで、まあ、そうだね、このイメージでこう左に向かってこう、うん、同じことやってんの、うん、あなたはあのめくっていくんですけど、イメージね、そうっていうイメージだと思うんですけど、まあそうだね、あの縦読み漫画は、うん、あのスマホを縦にスクロールしてって読む漫画なんですよ。あ、なるほど、なるほどね。だから体感としたらなんかアニメと漫画の間みたいな、はあ、はあ、はいはいはい、小回りがあんまりない、うん、なるほど。だから縦読み漫画の何がいいかというと、うん、一つの絵を縦にどこまでも描き続けられてるので、うん、もうなんてダイナミックな表現、あ、漫画で普段できないダイナミックな表現とかもできるんですよ、うん、それで見るなんかアクション系のアニメ漫画とかは本当におすすめで、あ、はい、まあ、あと漫画に慣れてない人、なんかコマの読み方がわからない、はいはい、次どこに飛んでいいかわかんないっていうのもあると思うんですよ、うん、慣れてない人、うん、そんな人でもすごく読みやすいんですよ、うんうん、確かにね、そうスクロールするだけなの、うん、なのでまあその中でも縦読み漫画でも僕が読んでるのは、はい、あの俺だけレベルアップな剣っていう、あ、聞いたことある、あのこれもアニメ化しまして、うん、最近ゲーム化もしまして、スマホゲーム化も、そこまで行ってんだ、はい、これは本当におすすめで、要するに最近流行ってる転生系、はい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 、はい、で主人公がめちゃめちゃ強い、うん、だからすごいスカッとするの、うん、読んでて、なるほどね、でそれもあの無料で読むことができる、おお、無料でかい、無料がでかい、でかいね、うん、かこれは本当にあの時間が足りないっす、あれずっと一つのアプリでこの作品1話読んで、うんうん、次この作品読んで読んで、うん、読んで読んでってやってるんで、うんうん、本当に1日24時間じゃ足んねえぞ、あれなんか足りないんだ、やっぱり聞いたことある、あれいいなと思って、あの文言いいなって、ね、あの文言いいなと思って、足りるふり、こんなに堂々とパクるやつがいるんだ、はいということで、はい、港におすすめするスマホ漫画アプリ、はい、要するに分かりやすく言いますね、はい、じゃじゃん、あれ趣味の東京駅、おお、何ですか、どういうことだというと、趣味の東京駅と言いますと、まず必ず興味を惹かれるものと作品と出会えるということです、はいはい、でその東京駅ということで、あの、うん、そっから先に
もう多種多様でもういけるいけるいける頑張れ頑張れ東京駅ってさすごい路線いっぱいあるじゃんいっぱいあるよ路線がいっぱいあるよ漫画から始まっていろんな路線の趣味に行けんですああなるほどねなるほど、はい、そういうことだねだからまあアニメ化さ、アニメで映画、まあ、カードコレクションとか最近流行ってますよ、うん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 、でまあフィギュア集めたり、はいはい、あとはまあ聖地巡礼してだからそこでもカメラで撮ってもいいですよ。おー何混ぜちゃってんじゃん。でも一気じゃなくていいの。つながりますつながります。つながってますっていうことの、 あの趣味の東京駅。なるほどなるほどね。いやーいいねい。興味湧いてくるわ。ありがとうございます。なんか太賀くんがあんな熱いの久しぶりだね。いっぱい喋ったの。いっぱい喋ったね。いっぱい喋った。だいぶ心揺さぶられてましたけど。いや結構揺さぶられますね。いいね。なんかこう手軽なのがいいね、うん、何よりね、うんうん、はい僕横原が、はい、無臭港にお勧めしたい趣味は、はい、アニメ。おアニメ来ました。はいはいはい、はい、まあ、これはもう、うん、ハマったらまず何を思うか、うん、なぜ1日が24時あれ聞いたことあるな。まあ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 ということは、趣味の東京駅。あーここに繋がるのか。僕が、港にお勧めしたい趣味は有線イヤホンデビューしちゃおうという。おー聞いていただいた方が早い。まあまあね。おおおおお笑ってる笑ってる。どうしたどうした。これ、ね、俺は感動する。全く別の気分になるでしょ、うん、僕鍵山が港におすすめする趣味は、無趣味の一日の過ごし方。まず早起きをしてジムに行ってみましょう。おお、ね、そしてコーヒーをテイクアウトしましょう。おおテイクアウトしましょう。 お願いします。目指せ鍵山拓也じゃない。これこの企画なんだっけ。僕松江港がチャレンジしたくなったのは